皆さん、こんにちは。令和のシャーロック・ホームズことロキです。令和のワトソン、アシスタントです。今日は伝説の名探偵コンビでやっていくよ。今回は課長は名探偵という推理アドベンチャーをやるぞ。動画を見てくれてる探偵団のみんなも、ぜひ、一緒に推理してみてね。よし、やっていこう。CG はいつもとする。形から入るタイプなんだなこいつ。今の若い子たちは知らないかもしれないけど、ディスクシステムってこんな感じだったよね。いつも思ってたんだけど、お前いくつなんだよ。まだまだ現役世代だよ。本当かよ。ちょっと長いオープニングが流れるから要約するね。ということでゲームが始まりました。今回は皆さんにも考えてもらいたいので、ところどころで人物相関図を出していこうと思うぜ。どうやら社長から呼ばれているようだよ。行ってみよう。せっかく来たのに社長いないじゃん。人のこと呼び出しておいてそれはないよ。お、来たぞ。人当たりの良さそうな社長だね。それよりも何の用だろうな。ほう、仕事をお願いしたいんだってさ。お金をいっぱいくれるなら何でもやるよ。会社の七不思議だな。七不思議について調べるねー。私たちの部署はオカルト研究会か何かなの？社長が言いたいことはこういうことのようだ。新しいゲームの発売が迫っているけど、その七不思議で会社の中が浮ついていてる。生産が遅れることがあった困るから、真相を解明して社内を落ち着かせたいというのが社長の思惑のようだ。なるほどね。ということで早速調査開始だ。右のコマンドからやることを選んで捜査を進めるんだね。いろんなコマンドを試して何か進展があるか見てみよう。おや？誰かいるね。警備員の鶴岡だ。会議室で奇妙な会話を聞いた本人だ。なら、鶴岡さんからいろいろ話を聞けそうだね。では、コマンドを選んでっと。まずは、会社の七不思議について聞いてみよう。片岡さんから教えてもらった七不思議をまとめると、誰もいない会議室、すすりなく周辺機器、どっちのロムが欲しいの3つ。名前だけじゃ何もわからないな。続けて会議室での会話について聞いてみよう。本当に聞いたのかな？勘違いではないの？鶴岡が言うには間違いなく聞こえたとのことだ。次はその会議室について聞いてみよう。そうだね。その場所を調べた方が早いね。なんでだよ。鶴岡怖いのはわかるが警備員だろ。ついでに残り2つの七不思議についても聞いてみたよ。鶴岡によると周辺機器の廃棄場所から夜な夜なすすりなく声が聞こえるというものだ。音量的なあれなのかな。どっちのロムが欲しいについても話してもらおう。何その七不思議。私はどっちも嫌だけどな。菅さんと安倍さんを探してこの話の詳細を聞いてみようか。オフィスにやってきました。事務の高橋だな。彼女にも何か知っていないか聞いてみようぜ。突っ込んでみて。会議室について聞いてみることにするよ。彼女が言うには改築を重ねて大きくなったから、入り組んでるし使ってない場所も多いから、どこのことを言っているのかはわからないそうだ。聞き込みを続けていると有力な情報が聞けたよ。高橋が残業をしていると、すすりなく声が聞こえる体験をしているそうだ。これ以上は特に新しいことは聞けなかったから、別な場所で聞き込みをしてみようか。
GO! 工場にやってきました。ここでゲームや周辺機器が作られていくんだな。笹野に聞き込みをしたところ、彼は非常に多くの情報を教えてくれたぞ。まとめるとこんな感じだ。笹野さんは探している会議室の場所に心当たりがあった。彼が言うには受付から階段を上って3階の奥の奥に今は使われていない会議室があるそうだよ。ただしドアが開かないそうで中には入れないとか。他にも最近従業員の作業着がなくなっているそうだ。笹野が来ていないのもそのためだ。同時多発的にいろんなことが起きてるんだな。とりあえず教えてもらった会議室へ行ってみよう。噂の会議室にやってきました。蜘蛛の巣が張っているし箱もたくさんあるな。本当にここに誰かいるの？なんとかして中に入れないか？うん、やってみようか。どうやったら開くんだよ。意味もないだろうけどノックしてみようぜ。あれ？中に誰かいるね。誰だろう。ドアを壊してもいいから中に入ろうぜ。アシスタントさんは積極的だな。うん、どうやったら開くんだろう。横？このドアの形じゃ横開きってことはないだろう。横開きなのかよ。この見た目から横開きなのは想像もつかないよ。そりゃあ誰も開けられないだろうな。とりあえず中に入ろう。さて誰の声だったんだろう。中にいたのは社員の井上さんでした。この会議室の存在に気づいていて、中に入ったら足が挟まって動けなくなったそうだよ。なんだよそれ。とりあえず井上を救出。会議室の七不思議は井上さんのことかな？話を聞こうとしたところなぜか足早に去っていく井上。なんなんだこいつは。この後、会議室の中を詳しく見ていくと、テーブルの下に謎のスペースがあることに気がついた。そうかそういうことなんだね。つまり、誰もいないし見つかることのないこの会議室で、井上は布団やお菓子を持ち込んでサボっていたってことか。それがバレそうになったから足早に立ち去ったと。まあ、サボりたくなる気持ちもわかるけどね。とにもかくにも噂の真相にたどり着けたね。さて、まだまだ謎は残っている。次の調査に取り掛かろう。オッケー、聞き込みに行くぞ。受付に戻るととある人と出会いました。工場長の菅さんだな。昔からいる社員だから噂について聞いてみるといいって。笹野がさっき言ってたよな。話を聞いてみたいところだったけど、忙しいとのことで打ち切られてしまったよ。社長が外に出ている人にも話を聞けと言っていたので、ヒントを求めて高橋に話を聞きに来たぞ。ふむ、今社外にいる人は中内さんが打ち合わせに、浦川さんが印刷所に行っているそうだよ。じゃあ、この二人を追いかけて社外に行ってみようか。だけど、浦川はとんでもない方向音痴らしい。こりゃあ、すぐには見つからないかもね。中内さんを追ってバンナムの会社へやってきたよ。あれ？中内の姿が見当たらないな。バンナムの社員さんが出迎えてくれたから聞いてみよう。伊藤さん、中内さんがどこに行ったか知りませんか？入れ違いになったようだね。そうとわかれば追いかけよう。その前に、今名刺を渡すのかよ。ほな行こか。外に出たところで中内さんを見つけられました。さて、七不思議について知ってることを教えてもらおうか。なんか聞き方怖くない？ほう、なんか知ってる風な態度だな。しゃらくせい早く言え。ひえー、帰っちゃったよ。ちっめんどくさいやつだぜ。絶対何か知ってるよね、あの人。とりあえず、他の社員を探しに行こう。誰？浦川さんを見つけました。印刷所はここから南の方だぞ。とんでもない方向音痴だね。このまま印刷所に向かわせるわけにもいかないから、私たちが代わりに行くことにしたよ。七不思議について聞くのは会社に戻ってからだな。やれやれだよ。さて、請求書をもらってさっさと帰ろう。誰？急に出てこないでよ、びっくりするな。こっちのセリフなんですけど。キベというのか。請求書をもらって失礼しようと思ったんだけどね。どこにしまったかわからなくなったから、勝手に探してほしいとのことだ。まあ手間だけど探して帰ろうぜ。はあやろうか。請求書はなんとか見つかったので届けに来ました。あの段ボールの中から探すのはなかなか大変だったな。高橋さんも結構言うねー。頼んだのは自分なのにな。声が聞こえるだと？
社員の人の声じゃないのかな？思い出せ。七不思議にあっただろう。すすり泣く周辺危機だ。でも、こんなにタイミングのいいことある？どっちにしろ調べてみないとわからないな。正体がわからないものに近づいていくの嫌だな。匿名を受けたんだから仕方ないな。ちょっとホラーなことにも首を突っ込んで。待って。今鳴き声が聞こえたよね？まさかそんなことが。聞こえたー。よし、声の聞こえる方向に行ってみよう。Go！ ここだね。工場から聞こえるよ。どこだ？誰だ？あれ？笹野さんじゃん。この鳴き声の正体は笹野だったのか。え？すすり泣く周辺機器の正体は笹野さんでした。周辺機器の生産を担当していた彼でしたが、儲けが少ないために周辺機器の生産ラインがゲームソフトの生産に割り当てられることになったことから、愛着を持つ周辺機器に同情して泣いていたそうです。面白い人もいるもんだな。でも自分が情熱を注いできたものが廃れていくのは確かに悲しいものがあるよな。さて、二つ目も解決できたことだし、次の七不思議に取り掛かろう。この調子ならすぐにでも全部解明できそうだな。ここまでの状況を整理してみよう。今まで登場した人物はこんな感じだね。解決した七不思議は二つ。使っていない会議室で井上がサボっていた誰もいない会議室。生産ラインの減少に嘆いた浦川が泣いていたすすり泣く周辺機器だ。社外にも協力者がいたね。印刷所の社員、木部と、バンナムの社員、伊藤だな。中内さんが、挙動不審な動きを見せていたことが気になるね。まだ話が聞けていない勘や、他の社員にも話を聞いてみる必要があるな。その人たちに話を聞いてみようか。さあ、行こう。